JRF ロゴを表記したコンテナ日本貨物鉄道株式会社は JR 会社法に基づき鉄道貨物輸送事業等を運営する日本の特殊会社たる鉄道事業者1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い日本国有鉄道から鉄道事業を引き継いだ JR グループの企業の一つ通称は JR 貨物 英語通称は JR フレイト。コーポレートカラーはコンテナブルー。車掌である JR グループ共通の JR ロゴのほか独自のサービスマーク JRF ロゴも使用していたが知名度が低く、2017年にブランドイメージ統一の一環で掲示類、車両、コンテナに表示するのは車掌に統一されることとなり、以後公式には使用されなくなった。 またロゴの色も 19A 型以降のコンテナに使用されている JRF レッドが用いられる場合がある。四国旅客鉄道以外の JR 各社と同様にロゴの鉄の字は金を失うという意味を避けるため金編にやというの文字を使っているが正式な称号は常用漢字の鉄である。単独の鉄道事業者としては JR グループで唯一日本の主要4島すべてを営業地域としている。全国で貨物列車を運行しており、その範囲は他社線への乗り入れを含めて75線区、貨物取扱駅241駅に及ぶ。その他、有給地となった創車場跡地を利用しての不動産賃貸業や車宅跡地を利用してのマンション分譲も行っており、 デベロッパーとしての側面もある。国鉄の JR グループへの移行に際し、全国6つの会社に分割された旅客事業とは異なり、貨物事業は全国規模での営業を続けることとなり設立された旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律による特殊会社である。一方で、北海道旅客鉄道、 四国旅客鉄道と同様、経営基盤が弱いことから、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構国鉄生産事業本部が、全株式を保有しており、現在までのところ株式上場の目途は、立っていない。設立の際、JR 貨物自身が、第一種鉄道事業者として保有する路線は、必要最小限に抑えられた。JR 貨物が、 第一種鉄道事業者となっている区間は2021年4月1日時点では8000区の 35.3km である。一部の貨物路線は JR 貨物が所有しているが、両端が旅客船に接続する貨物船や旅客化する計画のある路線、廃止が決定している路線はその地域を管轄する旅客鉄道会社が保有することとされた。そのため、 JR 貨物が列車を運行する路線のほとんどは、鉄道施設を保有する、旅客鉄道会社の路線や、JR 路線を転換した第三、セクター鉄道路線の第二種鉄道事業者となっており、それらの会社に、線路使用料を払って、貨物列車を運行している。旅客鉄道会社への使用料は、アボイラブルコストによって決められている。新幹線開業に伴う並行在来線区間の、 第三セクター鉄道会社への使用量は、一行前に比べ上昇しており、その差分について、鉄道建設、運輸施設整備支援機構から補填を受けている。旅客会社の機関車による、貨物列車貨物列車の運行については、基本的に自社の乗務員や、機関車を使って行っているが、路線によっては、旅客会社の乗務員や、機関車で運行する場合もある。また、 以前は逆に JR 貨物の乗務員や機関車で旅客列車を運行する場合も多数あった。旅客会社の客車を JR 貨物の機関車が牽引していた例として、客車時代の夜行急行、千曲の名古屋駅長野駅間や、開門の文字港駅西鹿児島駅間、万越西線、筑豊本線などがある。しかし、少数の夜行寝台列車を除き、客車による 定期旅客列車が消滅した後は、一部の臨時列車や、車両を故障時の救援で運行される程度である。なお、関門トンネルを潜る下関駅文字駅間を、走行する、客車列車の牽引を、JR 九州から受託しており、同社所属の機関車、e、EF81K400 番台の2両も、JR 貨物の文字機関区に常駐し、この区所が唯一定期運転で、 JR 貨物の乗務員が旅客列車に乗務する運転区所となっていたが、対九州直通客車列車の廃止以後は団体臨時列車のみの運用となっている。一方、貨物輸送量は高速道路整備による大型トラックや空港整備による航空機での貨物輸送の増加、さらには国鉄時代のストケンストによる国鉄貨物への信頼失墜などの影響を受けて、 年々減少を続けていた。かつて会長を務めた伊藤直彦は日本において本来鉄道が得意とする 500km 以上の遠距離輸送においても鉄道貨物が衰退していった理由をいくつか列挙した際その一つにこのストによる信頼失墜を挙げている。一旦見主が離れた鉄道貨物の復権は容易ではなく大阪のある大手メーカーには 当時、もう二度と鉄道は使わないとまで言われたエピソードも残っている。しかし近年は環境に負荷をかけない、モーダルシフト政策や深刻になっているトラック運転手不足問題から鉄道貨物現象に歯止めがかかり、わずかながら増加に転じた。しかし2020年度は新型コロナウイルス感染症による影響で2699万トンと、 会社発足以来の最低となった。JR 貨物では、貨物列車の増発や、速度向上、IT フレンズトレースシステムの導入、貨物駅の E&S 方式への改良、M250 系貨物電車の運行など、ソフト面、ハード面の充実で、サービスアップを目指している。また、中国の最大手海運企業である。 中国遠洋海運集団と提携を行って航空機より安くコンテナ船より早いをコンセプトにした国際複合一貫輸送 C& レールサービスを2006年3月から開始するなど海外への事業進出も活発である近年のモーダルシフトの推進において JR 貨物の役割は非常に重要と言える特に鉄道輸送では 貨物1トンを1キロメートル輸送する際のに、酸化炭素排出量が、営業用トラックに比べて、約8分の1と試算されている。社科は、会社発足20周年を記念して2006年に、制定された、春夏秋冬で、俳優の山本孝二が歌う、非売品の CD が存在する。2017年3月29日にキングレコードから、発売された。 ジュニア 2JR 国鉄民営化30周年記念トリビュートアルバムで広田愛佳がカバーした。2019年には日本経済新聞社が主催する社科コンテストである日経全国社科コンテストで心に残る音楽賞を受賞した。北海道東北関東東海関西九州本社 JR 貨物本社支社2020年4月1日。 自転第一種鉄道事業路線、第二種鉄道事業路線第一種鉄道事業路線、第二種鉄道事業路線,二業路線2020年3月14日、時点で241の駅と37箇所の自動車、代行駅を保有している。大半の駅は旅客鉄道の旅客駅と共有しており、またおよそ半分の駅では定期貨物列車の設定がない。各死社記事の 館内の駅の不使を参照のこと。全国6カ所の貨物駅構内に物流施設を保有しており、テナント一社専用の BTS 型施設、F プラザと複数企業が入居するマルチテナント型施設、レールゲートを全国展開中である。レールゲートでは、鉄道利用に応じ倉庫賃料を割り引く制度の導入などが予定される。また、貨物駅の廃止。 縮小に伴う跡地に商業施設を開業させるなどした例もあり、飯田町駅と名木川駅の再開発がこれにあたる。ダイヤ改正については3月に実施することが多く、他の JR 各社に合わせて実施される。全国規模で貨物列車を運行しているため、貨物輸送用の機関車、貨車、電車を主に保有している。2021年4月1日時点の車両の 保有数は、電気機関車417両、ディーゼル機関車149両、貨物電車42両、貨車は、コンテナ車が7140両、その他が53両である。電気機関車は、全国に直流、交流電化路線が混在するため、それに対応した、直流電化路線専用、交流電化路線専用、高直流電化両用を保有している。 北海道を中心とした非電化路線の多い地区ではディーゼル機関車を有する。また国鉄から継承された車両を中心に老朽化が進んでいるため更新工事と並行して独自設計の新車への置き換えも進められている。貨車はコンテナ積載用を中心に汎用的な有害車、長物積載用などを所有する。近年は高速運転対応貨車や ISO 規格コンテナ積載対応貨車の製造が進み、汎用有害者などは数を減らしている。電車では、世界的にも珍しい動力分散方式の貨車である M250 系が在籍している。車両ではないが、鉄道用コンテナの多くは JR 貨物が保有している。コンテナは61398個、トップリフターやフォークリフトといった。 200機械は596台を保有する。鉄道雑誌では、機関車の新車については、他の鉄道事業者の車両と同様に紹介しているが、その他の車両の申請、廃車、転廃などの消息については、2008年度以前まで、他の鉄道事業者と同様に行っていた、鉄道雑誌等への公表や、 資料提供を2009年度以降はしていない。ただし例外的に鉄道貨物協会が発行する貨物時刻表には機関車については毎年3月時点での機関車配置表を掲載している。このため2009年度以降は JR 旅客会社のみに所属している車両以外の機関車、貨車の形式消滅や配区分番台の特定については機関車は 貨物時刻表からの機関車配置表から特定することで引き続き可能であるが、貨車については、独自に調査する以外に、方法はなく、貨車の形式消滅を特定することは、JR 旅客会社のみに所属している車両を除いて、極めて困難な状況になっている。は乗務員のみの配置、は運転手要請書であることを表す。廃止基地廃止工場、ありがとうございます。